はい、99の解決お悩み相談十津町の阿保ですけどあお願いしますあはいお願いされます、はい、すいません主人のことで相談したくてはいはい主人ねうん、はい、はいはいはいか今結婚して7年目なんですけどな長いねうんなんか主人の過去の経歴がやばくて、うんうん、それはなんか最近知ったみたいな感じなの 12年前に知ったんですけど、うん、怖いなななドドキドキしてきたんか、うん、なんか主人結構、うん、あのー、施設で育ってきて大阪の、うん、で結構なんかやばい仕事みたいなのいっぱいしてきてて。 なんか、まあ、悪い仕事ってこと犯罪に近い仕事をしてきてて犯罪に近い仕事をしてきててオレオレ詐欺とかいやなんか、うん、なんて言うんですかね、うん、溶かすみたいなえと溶かすん何か <laughs>、うん、く薬 人を溶かすみたいな。<laughs> そんな仕事 <laughs> 本当にあるんだ。う <laughs> ん<ー> <laughs>、まあ、そういうことを過去にしてた人間今はしてないんだよね。はい。うん、うん、今はしてないんです。うん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 。でもなんか、うん、あのー、なんて言うんですかね。うん、車検に通らないような車を通してくれるような工場だと。うんうん 劇薬とか使えるじゃはいんか、うん、溶かせる薬みたいなそういう薬を使って、うん、なんかやばい人を溶かすみたいなバラバラにして溶かすみたいな、うん、ああなるほどね、うん、っていうことをカミングアウトされて、うん しかも結婚して7年目にカミングアウトされて、うん、知らないで付き合っていたんだはいで知らないで付き合ってて、うん、普通だったらそんなの知ってたら結婚しないじゃないですかうーんまああなたはそうだってことだよねはいだから知っちゃってどうしようっていうどどうしよう いやもうそれでもうどん引きしちゃったわけじゃんでこの人と一緒にしましたこの人と一緒にいたくないまで思っちゃったのいや若干思いましたけど、うん、私もとかされるのかなみたいなえっお子さんもいるんですかあいないんですあお子さんがいないんだいないんですうん じゃあ別になんか離婚の話を進めてもいいと思うけど私も溶かされるかもしんないって思ってるってこと、はい、思ってます <laughs> <laughs> ああいやでもマジ笑い事じゃないもんねそうなったらねそうなんですよ<ー>しかもなんか結構、うん、悪いこといっぱいしてきててなんか旦那施設で育ってて、うん、なんか、うん、今まで両親もいなくて、うん 結構なんかボコボコにしてお金取るみたいなことしててあでもそれってさ過過去は過去はなわけじゃんそこでなんか割り切って、ね、今ちゃんと仕事していて今なんか家族のために働いてるみたいな状態だったら俺的には一度好きになっちゃったし最後までいたいなって思うかなって思ったんどんなことしてようがもう<ー>ねそれを知らないで付き合ってしまったとしても。 俺は何か一緒にいるっていう選択をするんじゃないかなって俺は思うのねはい、あうん、確かにう今はやってないわけでしょ今ちゃんと働いてるんでしょ今普通にめっちゃちゃんとした企業で働いてますうんそうだねでも長い目で見るとお子さん作るとかそういう考えもあるいや子供はいらないですあ,あなたも別に求めてないし相手も求めてないってこと はいうん、それだったら多分この今後付き合っていっても何も困んないんだよね困んないです、ね、困んないその自分の気持ちだけ整理できれば一緒にいれると思うけどもう好きじゃなくなってるんだったら別れるしかないじゃんはいそうですよね過去は過去ってやっぱり割り切った方がいいですよね俺は割り切るかな 俺は割り切る割り切りり切切るうん俺だったら割り切るけどまあんたがさ、はい、どうしても割り切れないっていうのも分かるしそのなんか犯罪のレベルが万引きとかじゃないからさ <laughs> 割り切れない人は絶対割り切れないから <laughs> 割り切れないですよねうんそうそうい<や><え>私も嘘かと思ったんですけどコメント欄見ててうんうんうん なんかそんな変な嘘つく人じゃないんでじゃあ本当だったんだで昔なんか悪いこと、はい、なんか昔悪いことしたのはなんとなく知ってたってことああそうですねああでもなんか細かいことは知らなくて細かいことをまあ、はい、自分に伝えてきた時に <laughs> そういうとかす系の内容だったんだそうなんですよああ なんか今までしてきた中で一番やばいことって何、うん、って言ったら、うん、なんか5本指の中で一番マシなやつって言われて5本指の中で一番マシなやつを溶かしたのはいあじゃあ,あの人はしっかり溶かしてないんだねですかねうんいやそれが一番やばいんだったら人自体は溶かしてないからそう、はい、1> 指一本だけ溶かしたってことじゃない <laughs> じゃない多分溶かだから彼は溶かしたことあるの指一本だけだから <laughs> そ,そう考えたら一緒に入れない、はい、そう人を丸ごと溶かしてない指一本だけしか溶かしてない通常だいぶ規模小さく見えてきたけど、はい、俺は <laughs> <laughs> そういうことではないか <laughs> なでも うんじ,じゃあもう好きっていう感情とかもなくなってきたいやめっちゃ好きなんですよあ好きなのねはいだったら割り切ろうそこは今真面目にやってんだからですかね、うん、いやもうあなたが寝てたりするとあ、うん、この指でみたいな思っちゃったりするんですよなんてこの AV 見て <laughs> この指で、うん、この手でやったんだみたいな うん、いちいちそんなこと考えないほうがいいんだけどね考えないほうがいいんですかねいやマジで考えないほうがいい今真面目にやってんだったらそれでいいじゃないう今何かしてしまった時に考えようよそう、ね、そう今例えばなんか悪いことしてしまって、はい、それが自分の耳とかに入った時に考えようそうですよね、うん せっかく好きになってね結婚して7年も一緒にいるわけでしょそれでもまだ好きなんでしょ、はい、珍しいよ好きです珍しいもう7年もさあの、はい、結婚生活したら大体なんかそんなに好きでも嫌いでもないですよねみたいな感じの、ね、奥様方がほとんどだと思うよ、ね<ー>ね、7年経っても好きって言えるんだからこ,こんなことでって言っちゃいけないけど俺はなんか、はい、離婚したりとかしない方がいいと思うけどね ああ、え、めっちゃいい回答ありがとうございます。本当にあ、よかった。うん。ね、めっちゃ、なんかすっきりしました。本当によかったよ。じゃあ、頑張ってね。あの、溶かされないように気をつけてね。ありがとうございます。はい。失礼します。ありがとうございました。